はい。基礎から学べるバレーボール上達の鍋です。この動画ではバレーボールの基礎を学んだ過程で、つまずきがこのポイントを解決して、皆さんと一緒にレベルアップを目指す動画になります。今回も質問で答えていきます。今回の質問が、リベルのものです。私はバックセンターのレシーブで、サイドの人の後ろのボールまで上げに行かないといけないので、後ろに構えているんですが、時々前のど真ん中のフェイントが来ます。そこのボールはどうすればいいですかね、という質問です。はい、今回質問なんですけども、リベルの方で、この方はね、バックのね、センターの方でレシーブを構えてる時に、で、フェイントをされましたと。で、フェイントをブロックの、まあ、後ろですね、ブロックの後ろの真ん中のコートね、真ん中の方に落とされた時に、自分のリベルはね、後衛の方に、ね、後ろの方にいて、前の方にフェイントを取りに行くことができないので、だったらね、取れるようになりますかっていう話なんですけども、まあ、リベロっていうのはね、まあ、そもそもサーブレシーブっていうのはね、やっぱりかなり、ね、範囲を広く取っていて、サーブレシーブっていうので、リベロはね、広い範囲で取る必要はあるんですけども、まあ、リベロでもね、スパイクレシーブについては、すべてをね、取ろうと思うってことはね、まあ、無理だと思うので、すべてをね、レシーブしようっていうふうにね、考えない方がいいと思います。まあ、基本的にはね、自分がバックの後衛ですね、センターの後衛でレシーブをしているときに、相手が仮にレフトからスパイクを打ちますと、で、ブロックが2枚ついていますよね。まあ、ライトのブロックとセンターの人がブロック、相手がね、レフトからスパイク打ったときにブロックしますと。で、そうするときには、前衛の、まあね、レフトの人が、まあ、詰めてきて、フェイントを拾うか、まあ、後衛のね、ライトの人ですね、まあ、セッターの人とかっていう人が、まあ、若干ね、中盤の方に構えておいて、前にね、フェイントを取るか、前衛のレフトが取るか、後衛のね、ライトの人がフェイントをカバーするかって、まあ、これ約束になると思うんですけど、この方がね、2人で取ってもらうことが一番フェイントは取りやすいと思います。まあ、後衛ね、バックのセンターの人が前に行ってね、一番遠いとこからフェイントをね、取るっていうのは、これかなり難しいというか、まあ、取る必要がないと思うので、まあ、その場合っていうのはね、そのフェイントをされた時っていうのは、レフトの前衛の人か、ライトの後衛の人が取るようなルールで、チームでね、考えてやってもらえばいいのかなというふうに私は思います。あとね、私からの提案なんですけども、リベルの方だったら、バックのね、センターでレシーブするっていうよりは、バックのね、まあ、レフトのところでレシーブをしてもらった方が、実力はね、発揮できるのかなというふうに思います。バックのね、まあ、センターの場合って、基本的にはね、相手がレフトから打ってくるときにはブロッカー2枚ついているので、ブロックのね、間にね、打たれない限りには、自分のところにね、強烈なスパイクっていうのは来ないんですよね。バックのセンターでレシーブする場合っていうのは、ブロックの間からね、来るスパイクに対してレシーブをするっていうのと、あとはブロックがね、ワンタッチをして後ろにね、弾いたボールをレシーブをするっていう、この2つのパターンで、ほぼね、レシーブをしてもらうと思うんですけども、そうするとね、あまり強いボールっていうのが、来ないんですよね。相手のね、スパイカーがね、ブロックの上からね、強烈なスパイクを打ってくる場合には、こうやってね、センターのところにも強烈なスパイクはね、よく飛んでくると思うんですけども、そういったね、ブロックの上から打つ選手っていうのは、まあまあいないと思うので、リベルの方っていうのは、できればレフトね、バックの方にいて、ね、相手の、ね、レフトスパイカーがクロスにね、スパイク強くね、スパイクを打ってくるパターンがかなり多いと思うので、そこからね、めがけてレシーブを構えておく。で、レフトの前衛の人っていうのは、前の方でね、フェイントカバー等々を入ってもらえればいいので、ボールが来なければ、そのままスパイクにね、備えられるので、レシーブをね、ある程度ね、集中しなくてもよくなるんですね。フェイントをある程度取ればいいっていうふうに思いつつ、レフトのね、スパイクを構えてればいいので、レフトの方がね、かなりそのレシーブに神経を取られずに、スパイクを待ってくることができるんですね。リベルの方がレフトのバックで、強いレシーブを構えてもらう。同じところにレフトの前衛の人とレフトの後衛の人が同じ位置で、ね、レシーブを構えておくっていうのは、これはなかなかね、その効率が悪いと思うので、前衛の人もね、フェイントカバーをしてもらって、フェイントが来なかったら、そのままね、レフトで早い攻撃にね、スパイク打ってもらった方が、ある程度ね、レフトに移ってる人はエースだと思うので、それでね、スパイク打ってもらえれば決まりやすい得点も入ると思うので、
この方はバックのセンターでレシーブするんではなくて、レフトの後衛でリベロの方がね、レシーブしてもらった方が、チームとしてはね、レシーブ力が上がるのかなというふうに思うので、そういったね、レシーブ体験にしてもらったら私はいいのかなというふうに思いました。はい、じゃあ今回質問なんですけども、バックセンターでね、リベロの方がレシーブしてるときに、真ん中にね、フェイントをするときに拾えないんだけども、どうすればいいですかっていう質問にお答えしました。はい、動画についての質問、バレーボールについての質問はコメント欄にお願いします。動画が良かったらね、高評価ボタンお願いします。チャンネル登録しない方はチャンネル登録もお願いします。Twitter、LINE アットしています。よかったらフォロー等々お願いします。私の方で YouTube 以下で、ね、バレーボールの動画やっています。下にリンク貼ってます。よかったら見てください。また動画あげます。必ずお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。